皆様、お疲れ様です。問題解決のためご協力いただいているとのこと、誠にありがとうございますです。ああ、ブークちゃん、このところシリアス展開続きで干上がりそうでしたのよ。さあさあ、思いっきり充電させてくださいまし。あの今回もまた運営からのお知らせがありまして、すぐに管理者モードに切り替わりますので。こちらは4女神オンライン運営です。裏方が出張ってばかりで申し訳ありません。おー、GMさんだ。むむ、お預けばかりで私欲求不満ですわ。はいはい、もうちょっと我慢してちょうだい。それで GM さん、何か進展があったのかしら。まず前回も話に上がっておりましたが、今までに起きた問題の数々はやはり全て裏でつながっている可能性が高いとのことです。モンスターによる攻撃やエラー散布といった破壊工作は依然として続いており。何？また何か召喚でもされたの？やっと見つけたよ、バイスの天才ハッカーさん。おや、思ったより早かったですね。てっきり勝てないと分かって逃げ出したのかと思ってました。なわけあるか。バイスのセキュリティは世界一とかなんとか言われてるようだけど、現に侵入されちゃってるわけだし、それは残念ながらここまでだよ。こんなに簡単にあれこれできるなんて正直がっくりだ。隠れる必要性も感じない。直接実力の差ってやつを見せつけてあげようじゃんか。いいでしょう、ここまで来たらあなたの居場所を特定してみせます。デュエル！なんか始まっちゃった。バトルなら私も完成しちゃうよ。お姉ちゃん、ダメだよ、これは手を出しちゃダメ。どうして？それはこれから始まる戦いを見ていればわかるはずだよ。私のターン、くらえ、論理爆弾。事前にデータを仕込んでいたわけですね。ですが結合前に書き換えてしまえば。甘いです。全部無効化されただと？ならば次はこれだ。おお、サイバーディメンション的なバトルだね。何が起きてるのかは全然わかんないけど、モンスターとの戦いだったら加勢できるけれど、確かにこれは守るしかないわね。残念、そっちのルートは完全に塞いであるんですよ。やるね、やっぱりバイスのトップは違うよね。バイスのことも4女神オンラインのことも大嫌いだと思ってたけどさ、可愛さ余って憎さ100倍ってやつだったのかもしれないね。だってこうやって君とデュエルしていることが今すごく楽しいんだ。生きてるって実感できるよ。デュデュよく聞こえないけど小声で何か言ってるわ。 GM に個人的な恨みでもあるのかしら。XXX の系譜です。
あれは確かに恐ろしいウイルスです。しかし教会からの要請でワクチンプログラムを作ったのは私です。似たような構造ならば一瞬で分解して差し上げましょう。さあどうしますか。 GM さん、普段と違ってかなりハイテンションではありませんか。はい、なんだかすごく楽しそうです。トップ技術者ですし、競えるライバルがいないんですよ、きっと。ダメか。次はあれか、それとも一瞬手が止まった。隙ありです。すごい、あんな複雑なプログラムをたった一瞬で。悪い人を捕まえちゃったわ。ずいぶん手こずらせてくれましたね。ですがもう逃がしませんよ。ああ、私また負けちゃったんだ。ねえ、バイスの GM 氏、私の身元ぐらいもう突き止め済みなんだよね。いいなよ。さあ、行ってみなよ。ええ、もちろん。こんなことができるのはただ一人。一連の事件の真犯人は我がバイスラボのライバル、シュバルツカンパニーのトップ技術者にして社長、マインさん、あなたですね。あなたがあのワールドブレイクオンラインの制作者だと言うんですの。びくっ。急に大声出さないでほしいんだけど。ていうか、どちら様？今すごくいいとこだから水をささないでくれるかな。つうか、その肩書きはもう違うけん。今やシュバルツを潰したやつとしか。ねえ黒幕さん、キリアや猫姫ちゃんをそそのかしたのもあなたなんでしょ。私には全部お見通しだよ。たった一つの真実を見抜く、見た目は聖騎士、心はデブデブ。別にあなたが見抜いたわけじゃないでしょ。というか他に容疑者なんていなかったじゃない。ああ、そうだよ、全部私がやったこと。女神オンラインの成功に嫉妬してめちゃくちゃにしようとして現在進行形でしっぺ返しを食らってるあかんやつ、それが私。どうせぼちぼちこっちにお迎えが向かってるんだろうね。お迎え？所属国の警察かしら。どこに住んでるのか知らないけど。バイスの GM 氏、最後に一勝負できて楽しかったわ。ま、すんなり逮捕される気はないけど、とりあえずお呼ばれだけはしてくるか。GM、大変です。何があったのです。行方を追っていたチーターを発見できたのですが、つい先ほど急激に暴れ始めまして、エリアが崩壊し始めました。なんだ、そんなこと。ちょうど親玉を捕まえたところだから、こっちで何とかします。マインさん、あのチーターとやらを早く止めてください。はいはい。あれ？マインさん？なんか止まらないみたいっすわ。左遷。左遷ではありませんよ。マインさん、チーターの管理権限をこちらに。ダメみたいですね。完全に暴走しています。チーターのデータ吸収力がこれほど強大だったとは。これは一度チーターの HP をゼロにして行動を止めるしか。ですがご存知の通り、私のゲームの腕では。 GM さん、チーターとの戦いは
私たちにお任せくださいまし。そうよ、忘れないでちょうだい。一人で何とかしようなんて水臭いわ。そうだ、俺たちのパーティー、漆黒の堕天使だって協力するぜ。私も戦うわ。俺も。僕も HP は1のままだが、雑魚の相手ぐらいならできるはずだ。キリア、皆様感謝いたします。それではチーターをクロノゲーニャに隔離いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。それじゃあみんな、いくよ。あさーって、書類はこれで OK。 ラステーションの技術者にもあれこれお願いしておかなくっちゃ。他の場所へ攻撃が行かないとも限らないわね。国内ネットワークへのクラッキングなんかも警戒しておかないと。そういえばプラネティウム協会でも何かいろいろしてくれてるみたいだよ。こういうのは専門家にお任せしちゃうのが一番だよね。備えあれば憂いなし。私もそろそろ協力要請をしておきましょうか。もしもし、突然申し訳ありません。お久しぶりですわ。現在四女神オンラインで起きている事態、ご存知ですわよね。あなたにもご協力をお願いしたいのですけど。いつも通りで問題ないです、ミル。話が早くて助かりますわ。ではいつもの感じでよろしくお願いいたしますわね。さあ、私たちは私たちにできることをいたしましょう。倒しながら先に進んでいくしかなさそうね。準備運動にはちょうどいいではありませんの。皆さん参りましょう。この刀で私が倒すの。キリ、ロムちゃんかっこいい。私も頑張る。最強の忍者になるんだから。二人ともこの世界の職業に随分慣れたものね。私がバックアップするわ。思いっきりやってしまいなさい。やったねー。
うけど、何度倒せば消えてくれるのかしら。時間がないっていうのに、めんどくさいわね。 CPU のみんな、ここは漆黒の堕天使に任せてくれ。皆さん、この中ではあなたたちが一番強いと思う。チーターと戦うなら断然 CPU の方が勝機があるわ。分かったわ。それじゃあ後方は任せたわよ。任せとけって。あんまり漆黒の堕天使を舐めてもらっちゃ困るぜ。行くぞお前ら。うおからは勝てぬと見て、アイテムなんぞに頼るとは戦士の風上にも置けぬ。メニューをフィールフォーク。無駄ですが、どうしましたの。フィールフォーク元気ですわ。ゲイそこそこ感じの力でしょ。やったー。
ぞ。GM さん、ブーケのプログラムにパッチを当てておいたのです。結構ギリギリの作業になりましたが、大丈夫そうですね。間に合ったようでよかったです。大丈夫じゃありませんわ。すごくすごく心配したんですわよ。本当に大丈夫ですので。ですが、さすがに少し疲れましたです。無理もないって。さあ町に帰ろっか。あ、おかえり。おかえりじゃないよ、もう大変だったんだからね。うん、本当にすまそう。じゃあ今度こそ。のし。お待ちになって。私、ワールドブレイクオンラインが大好きでしたの。サービスが終了してからは心に穴が開いたような気持ちでしたわ。それはトモス。でも今さら同情なんていらないから。同情などではありませんわ。本当に隅々までやり込んでいたのですから。私のキャラクター名はグリーンハート。聞き覚えはありませんこと？グリーンハート？あの、生きるレジェンドプレイヤー？そんなまさか。グリーンハートですって！ピクッ！うわ！猫姫ちゃんが喋った！戻ってきたの？このまま最後まで出てこないものとばかり。また至近距離でシャウトとか、本当ビビるからやめて。あんたはツールの。よくも騙してくれたわね。あれのせいで表示がぐっちゃぐちゃになって、操作も全然効かなくなっちゃって、家族で使ってるゲームデバイスを壊したってママにもすっごく怒られて大変だ。あれ、この感じ、もしかして黒猫姫さんって本当に女の子？ネカマじゃなかったのね。
今聞こえたのは姫のお声ではないか。おお、キリアまで全員集合。姫、よくお戻りになられた。僕はずっと君のことを信じて待っていたよ。その話はまた後でちゃんとするから。グリーンハートはどこ、どこにいるっていうの。何、グリーンハートだって。僕が憧れた伝説のプレイヤー、二刀流のキリオンをも倒したという、あのネトゲ界隈では知らない者はいない人物。さすがに姫も知っているのか。だって、そもそも私が名前にダガーをつけたのはグリーンハートに憧れたからだもの。なんだか連呼されると少し照れてしまいますわね。はあ、デールったら人気者だったんだね。グリーンハート、四天王や七賢人などを含む40人の精鋭の頂点に立つワールドブレイク内でも最強無比のプレイヤー。最速でのレベルカンスとダンジョン前走の攻略はもちろんのこと、ギルド戦ではサービス終了まで全戦無敗。24日に一度しか出現しない8人用コンテンツの超凶悪モンスターをソロで狩り、サーバーに2本しかない最強の剣リディを二刀流に構える。ベール、あなた本当にいつ仕事してたの。突っ込むだけ無駄よ、ブラン。落ち着け。私パーフェクトソースがないんだ、こんなでかい釣り針に引っかかるわけ。ねえ黒幕さん。いいえ、マインさんとおっしゃいましたわね。ワルブレ運営最強の GM マインちゃんはあなたなのでしょ。あなたとは何度か極秘に対決させていただいたことがありますわね。2対2で結局引き分けのままでしたので、最後にもう一戦ぐらいしたかったのですけれど。え、それって私が興味本位で持ちかけた対戦のこと？待って、完全に二人だけの秘密だったはずだし。マジ？お姉様がグリーンハート？ねえマインさん、私もう一度あの世界へ行きたいですわ。罪を償ってワルブレのサービス再開を目指しませんこと？きっとお力になりますわ。力になるなんて簡単に言うなし。だってうちの会社はもう。会社がなくなったってことは、この人今完全に無所属なの？ワールったら、急に無職の心をえぐる質問やめなよ。違うわよ。罪を償うなら別にリーンボックスじゃなくてもいいわよね。ラステーションで今ちょうど腕の立つ技術者を探してて。確かに元クラッカーをセキュリティに利用するケースは多々。ここは私も賭けに出てみようかしら。そこのあなた、一度ルフィに来てみるのはどう？それなら私もお願いがあるんだけど、ネプギアがあなたのセミナーに行きたかったってずっと言ってたから、今度お話ししてあげてくれないかな。え、この状況でなぜ私ヘッドハンティング受けてるんです？急に泣き始めちゃった。もうノワールが無職とか言うから、いけないんだ。言ってない。無職って言ったのはあなたでしょうが。グス、待っていてくれるプレイヤーがいる。そのためだけにゲームを作り続ければよかった。なのに私は他人の足を引っ張ることばかり。グス、なんで私どう見てもドロップアウトしか残されてないのに、必要とされるはずないのに。
無論今回の事件のことをきっちり片付けてからですわ。考えておいてくださいませんこと。どこの会社のやつらかは知らないし、ありがたい話ではあるけど、再起するなら私はもう一度自分の足で立つ。そして新しい世界を作ってみせる。君らとはこれからもライバルでいたいなって今思った。マイさん、また別のステージで戦いましょう。ああ、いずれ。そんじゃ今度こそ行ってくるわ。またね。行っちゃったね。さて、解決しなければいけない問題はもう一つありますね。はい、分かってます。なんだか怖くなっちゃって、ずっと毛布にくるまってたけど、その間自分なりにいろいろ考えました。さっきコンソールが壊れたって言ったけど、今は画面も操作も正常になっているの。多分皆さんがこの世界を元通りにしてくれたからだと思います。おかげで私ここに戻ってくることができました。ありがとうございます。それとごめんなさい。ずいぶん塩らしくなっちゃって別人みたいね。根はきっといい子だと私は思っておりましたわ。本当にお姉様って呼ばれて引きつってたような。まあまあ、最後にちゃんと戻ってきてくれたんだからそれでいいでしょ。僕も姫も裁かれる覚悟はできている。さあ、いかようにも人思いにお願いしたい。それではプレイヤー名黒猫姫さん、並びにキリアさん、理由はどうあれチートツールを使い破壊行為に加担した罪は帳消しにはできません。よってお二人が現在使用されているアカウントを永久凍結とします。以上、あしからずご了承ください。以上？それだけですか？いえ、決して異論があるわけではありませんが。逮捕とか罰金とかいろいろされちゃうんじゃ。覚悟はしてきたつもりだけど。もちろんあなた方を全活気にすることも可能ですし、装備を剥いで高いところから落とし続けたりすることもできますが、今回はこれが妥当な処分と考えます。決して悪いことばかりではなく、今回の騒動の中でセキュリティホールを埋めることもできました。ただし二度目はありません。それだけはご承知おきください。はい、分かっています。ゲーム業界とアルスガルドの女神様に誓って。私にとってネットゲームは理想郷だった。可愛いアバターで可愛く振る舞っているだけでみんなチヤホヤしてくれる。甘える心がどんどんエスカレートして、自分が一番じゃないと嫌になって、他の人のことなんて全然考えなくなってしまった。回線の向こうには本物の人間がいる。ここは仮想世界であっても現実。僕らはそんな当たり前のことすら忘れていた。黒猫姫さん、キリアさん、またいつか君たちとどこかの世界で出会い、今度は同じ目標に向かって共に戦うことができたらとても素敵だと思う。うん、そうだね。私もその時を楽しみにしてるよ。それではアカウント凍結作業に入ります。
めんなさい。私あんなにたくさんひどいことを言ったのに、キリアだけは最後まで一緒にいてくれたね。我が魂、我が熱き思いは永遠に姫一人のものだ。だから最後の瞬間まで君と一緒にいさせてほしい。ありがとう、キリア。生まれ変わってもまた一緒に冒険して。約束よ。ああ、約束だ。それじゃあお姉様たち、またどこかで。女神様、いえ、CPU の皆さん、この度は本当にありがとうございました。一時はサービス開始延期やそれ以上も覚悟したのですが、皆さんのご助力により危機を乗り切ることができました。いや、ストーリーで世界を救う前にゲーム自体を救っちゃうなんて、まさに主人公って感じだね。これでようやくゲームの続きを楽しめますわね。ベータテスト期間中にきっちり魔王を倒しませんと。魔王？あ、そういえばブーケちゃんは今どこにいらっしゃるのかしら。本当に本当に大丈夫なんですの？少々データのチェックをしておりましたので、現在は私のアバターに統合されております。ではそろそろブーケに交代するといたしましょう。今後とも四女神オンラインをよろしくお願いいたします。 GM さんもお疲れ様。これからもよろしくね。皆様、本当にお疲れ様でした。ブーケちゃん、ブーケちゃん、すっごくかっこよかった。みんなでちゃんと世界を守れたね。ニコニコ。ブーケちゃんが無事で本当に良かったです。これからもストーリーを一緒に進めてくださいね。ブーケの本当のお願いは私たちがバッチリ叶えてあげるんだから。私本当にブーケちゃんがいなくなってしまったと思って、はあ、言葉になりませんわ。ご心配をおかけしてしまい大変申し訳ないです。ブーケちゃんは謝りすぎですわ。あなたもこの世界も無事で本当に良かった。それだけで十分ですのよ。私の方こそあなたに少し謝らなくてはいけませんわ。先ほど黒猫姫さんとキリアさんのことを見ていて思うところがありましたの。はぎゃ、何でしょうか。私には思い当たることがさっぱりないのですが。私、妹が欲しいあまり少々ブーケちゃんに対してぐいぐい行き過ぎていたかもと思うのですわ。今更なんと言いますか、妹範囲がエスカレートしていて、姉妹のいらっしゃる皆さんにはきっとこの気持ちは伝わらないと思いますわ。つまり今後はネプギアに対するタユンタユン攻撃とかもちょっぴり自重してくれるってことでオッケーなのかな。あら、シャレのわかる身内の皆さんはまた別ということで。ですがブーケちゃんとはまだまだ出会ったばかりですもの。改めてお友達から始めていただけないかしら。もちろん姉には立候補しておきますけれど。はいです、もちろんよろしくお願いしますです。私もその言わなくてはいけないことが。まあ何かしら、何でも話してくださっていいんですのよ。
この世界の皆様は私にとっても親切にしてくださいます。 CPU の皆様も他のプレイヤーの皆様も、外の世界のお話やアルスガルドでの冒険のお話、私の知らない出来事、知らない言葉を皆様が教えてくださる。ブーケはそれがとても嬉しいのです。私たちもあなたとお話しするのは楽しいわ。私だってもうお友達だと思っているし。ええ、あなたも CPU の一員よ。はいです。それで私、皆様のことをもっともっと知りたいんです。ですから、その皆様、私とデートしてくださいです。珍しい、マインちゃんがお出かけなんて。いろいろやらなきゃいけないことがあるし、ちゃんと外の空気を吸って気持ちを入れ替えようと思ってさ。まあそんなわけでしばらくは帰ってこないかも。それは寂しくなるわね。ここの掃除だけはしっかりやっておきますから、いつでも帰ってきてね。うん、おばちゃん、ありがとう。じゃあ、行ってくる。さてさて、エピローグっぽいのが流れたけど、これで終わりだと思った？もうちょっとだけ続くよ。四女神の守護する大地アルスガルド。今この地は魔王復活の脅威にさらされていた。しかし突如現れた選ばれし者たちが四つの神器を見事揃え、四女神の再臨を成し遂げたのだった。迫り来る魔王復活の時、結界により魔王の居城を守る幹部双璧を倒すべく、選ばれし者は今再び旅立つ。さあ、第2部の開幕ですわ。アルスガルドの運命やいかに。で、これから双璧を倒しに行くってところまでストーリーを進めてたのよね、私たち。ええ、次のイベントはカトルプリム大聖堂にいらっしゃるブーケちゃんに話しかけることで進行できるはずですわ。おお、普通にストーリーを進めるこの感じ、なんかちょっと懐かしいね。そんなに時間が経ったわけではないけど。
一気にいろいろ起こったものね。それじゃひとまず大聖堂に向かいましょう。